Lakers。すごい。対する相手はということは、はい、期待してお聞きください。沖縄生まれのストリートソウルホーピーボーイトシボー。いや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 、岡村さん見てくださいよ、この大勢のお客さん、テンション上がんないのがおかしいでしょう。ゴリ、50歳、岡村さん、52歳になり、裏で話し合った結果、もう俺たち動けないねっていうことになりまして、アップロップ、オンリーで攻めさせてもらいました。オンリーやったらもっと見たかったね。岡村さん、いや、ゴリがちょっとね、つい最近ですけども、はいはい、手を骨折しましてね、粉砕骨折ですね、はい、それ見て怖なりまして、はい、今日もやろうかと思ったんですけど、はい、こんなね大舞台で、うん、悲鳴に変わってもしょうがないのでね、この後本当にすごい方々が、すごい人たちが、はい、この舞台踏むんで荒らしたらあかんなと思った。若干緊張してました。いや、こんな大舞台に立たせてもらって、うん、こんな茶番やらせてもらうって、うん、本当もう幸せでした。でもあれでしょ、今日来てる皆さんはこの二人に憧れて B-Boy、 わレジェンド、嬉しいですね。いやいや、ありがとうございます。本当にね、まあ、少しですけども、まあ、ダンスかじらせていただいてましたので、本当に何ならここも靴脱いで上がりたいぐらいのステージなんですね。はい、でも改めてこうやって世界のトップクラスのブレイキンのダンカーたちがここ沖縄に集まって、はい、今からもう人間離れしたような技を繰り広げられるわけじゃないですか。はい、そうですね。そういう舞台に今来れて、岡村さんいかがですか。いや、もう感無量と言いますか、本当ただの歩行者天国で段ボール引いて踊ってた、私がこんな大舞台に立てるとは本当に夢にも思ってませんでしたの で、それをまた皆さん、本当にすごい技を目の当たりにできるこの機会、本当に、ね、目に焼き付けといてください。すごいステージになると思いますので、ブレイキンに関しては真面目。いや岡村さん、ビーボーイも出てくるのを、俺が出てきたらお客さんそんなに怒るんじゃないか、こんな場所って言ってたんで、本当に僕はあなたはレジェンドだから、いやいや、絶対お客さん喜んでくれるって言ってくださいね。本当にレジェンド、ありがとうございます。そうですね。じゃあ最後に、はい、皆さんにメッセージ、本当にね、これからオリンピック種目としてね、ブレイキンも決まりましたし、これからブレイキンを全力で、盛り上げていきたいというふうに思いますので、皆さんも今日この
すごい舞台目に焼き付けて、そして、ブレイキン広めていっていただけたらなというふうに思います。本当に、真面目になってしまいましたけどちょっと結婚式のスピーチみたいになってるけどいや本当にすごい大会ですので、本当に楽しみに最後までねしていただけたらなというふうに思います。もう本当に、茶番ですいませんでした本当に。とんでもないです。皆さん最高峰の技を楽しんでください。以上、なるみ岡村のスギル TV からでした。ありがとうございました。楽しんでください。